さて、手元に例によりました抑止法を持ってきました。これ最近のやつですね。前回配信が金曜日ですので、頂点へ投資ということで、能代高校の軟式野球の話。能代市バスケの街づくり推進委員会、こちらが新5カ年計画策定というのが出てます。祝白川の関越えからの能代の野球バスケです。久しぶりに話を聞いて鳥肌立ちましたよ。バスケの街能代という言葉をですね、ぜひ遺跡で終わらせずに、もっとこう今現在進行中の形のものにしてほしいなと思ってます。これがつい最近竣工となった沖縄のバスケットボールアリーナの公式ウェブサイトです。ちょうどお客さんが入ったらこんな感じですね。そしてこの沖縄アリーナの竣工に合わせまして、しっかりプロモーションのウェブサイトもできてますね。こういった結構本当にアメリカの NBA みたいな感じですよね。こういう感じで、でこの、まあ、こういうすり鉢型のアリーナにショップがあって、結構ポップ。こんにちは、能代エマモトふるさとライフの佐藤です。今日は8月の23日火曜日です。昨日は暑かったですよね。なんか秋田県内今年の最高気温を記録したということで、能代もご多分に漏れずとても暑い一日でした。一転しまして今日は涼しくなりまして、現在、午前中ではありますがまだ27度です。ただ風は結構ひんやりしてますので、結構まあ秋の雰囲気になってます。ただ今日は昨日の晴天とは変わりまして雨です。とても一時期強い雨が降る時間帯もあったりして、かなり不安定な天気になってます。さて、手元に例によりました北進法を持ってきました。これ最近のやつですね。前回配信が金曜日ですので、それ以降ですね、土日月火と持ってきました。その中から今日は直近の北進法ということで、本日火曜日に配達されたものを持ってきました。こちらです。ざっと見てみましてですね、いくつか気になるテーマあります。例えばこれ、これもですね、いつも出てくる白川の関を越えたって話ですね。例のやつです。よかったですよね。それからですね、ちょっとめくりますと、ここにありますのは能代頂点へ投資ということで、能代高校の軟式野球の話。それからですね、能代松陽高校の公式野球部は全校生徒に向けて感謝の意を伝えたという記事があります。それから能代市バスケの街づくり推進委員会、こちらが新5カ年計画策定というのが出ています。他にここにバスケつながりですけど、八竜堂々の八強ですね、八竜中学校、それから子ども向けのハピネッツの選手と一緒にバスケットボールのスクールというのが開かれたという記事があります。ということで今日はこの辺の話題にスポットを当てまして、こんなことでお時間を頂戴いたします。祝白川の関越えからの能代の野球バスケです。祝白川の関越えからの能代の野球バスケであります。少々お時間を頂戴いたします。まずこのコラムですね。ここです。仙台育英高校の甲子園大会優勝の記事に関するコラムです。まあついに優勝しましたね、東北のチームが。まあいろんなところでいろんな報道されてます。まあ、仙台育英高校はとても強豪校なんで、宮城県内に関わらずいろいろと有力な選手が集まってきてます。ただそうは言いましてもですね、半分以上は地元の選手なんですよね。地元中学校出身で、ちょっと見てみました。こちらは以前能代松陽高校の野球部のメンバー紹介でもちょっとお借りしたウェブサイト、旧暦.comです。
で、こちらの方に仙台育英高校の今回のベンチ入りメンバーが出てます。背番号もずっと出てますね。でも、修校中学はもともと宮城県の中学校で、現在は昨年からですかね、中高一体の方になってますね、この育英高校と。あと、こんな感じでいろんな仙台とか、あと弘前とかいますけど、まあ、大体の半分以上はですね、宮城県周辺の東北地方なんですよね。まあ、一部こういった広島とかいますけど、で、やっぱりこう楽天の関係とか、時代を感じますね。やっぱりああいう強いチームが、プロチームがあると、地元のこういった相撲の展開には影響しますよね。こうずっと見てきましたらですね、1年生の中にですね、なんと能代第4小学校野球クラブから、このまあ中高一体の中学校へ行って、育英高校という生徒がいました。もしかしたら、来年、再来年にですね、能代の4小出身の、球児が甲子園に出てくるかもしれないと。こんなこともわかる。そんなメンバー表でした。ちなみに昨日の試合の映像を見て、あることに気がつきませんでしたかね。いろいろとプレーしてる選手を見てますと、2桁の背番号の選手多いと思いませんでしたか。18番とか11番とか10番とか。大体普通の高校では1番が投げて2番が受けて3番が1塁にいてライトが9番でっていう感じが多いんですけど、仙台育英高校は本当まんべんなくですね、このいろんな背番号の選手が出てましたよね。で、まあ多分甲子園の場合はいろいろと今球数の問題もありまして、やっぱり投手ですよ。ピッチャーがある程度いないと勝ち抜けないですよね。で、育英は今回5人の投手が入っていて、いずれも他校に行けばもうエース級という感じでしたね。そんなメンバー構成だったことがとても印象的でした。実際このマウンドに選手がわっと優勝の瞬間集まりましたけど、ちょっと普段とは違った背番号の選手がいっぱい出てましたからね。まあ、新しい高校野球のスタイル、甲子園で勝つためのチーム編成と、勝ち抜くための選手の構成といったものをちょっと感じることができました。もっともそういった熱い選手層をですね、実現しようと思ったら、こう選手を集めてくる力っていうかな、それが必要なことは明らかです。仙台育英高校に行けば試合に出て甲子園に出れるとか、そういった自分の力を高められるとかっていう、そういうこの鍛える場兼この外へ出ていけるチャンスを与えてくれる場という、そういう認識が多分必要なんだろうなと思いました。そういう観点で見ますと、試合の後のインタビューですよ、優勝インタビュー、監督のインタビューどうでしたか。あれなんか立派ですよね。なんかもう特に新型コロナの影響を受けた今の高校生の気持ちを全て短い時間で表現したと思うんですよね。久しぶりに話を聞いて鳥肌立ちましたよ、あの人は。まあ多分ああいったリーダー指導者がいるからああいうチームを育つんだろうなと思いました。特に優勝インタビューの、選手ですね、選手2人、あのインタビューも結構聞いててどうでしたかね。なんか明るいですよね。なんかこう、まあ、垢抜けているというのはちょっと失礼だけど、とても、まあ、東北のチームではあるけど、まあ、洗練されたチームだなと思いました。なので、それもやっぱりああいった指導者の人格とか、そういった人間味によって出るのかなと思いました。なので、本当に高校生の、気持ちですね、特にインタビューするアナウンサーがですね、この高校時代で、今の高校生は高校1年の入学から大変な思いをしてみたいなことで振ったんですけど、監督はいやいや、今の子たちは中学校の卒業式からダメなんだということを言ってましたよね。で、そういったこともかなり共感を呼んで、実際 SNS でもすごい反響がありました。で、実はあれ聞いてまして、一つこと思いました。ちょうどね、この日曜日のテレビ、読売系のテレビかな、大阪の、そこまで行って委員会、NP とあるんですよ。好きでよく見てるんですけど、あの中で今回たまたまその学校教育の話題があって、その中で一人の女性パネラーがですね、学校教育の中で先生ガチャというのを言ってました。特に小学校の先生ガチャですね。小学校の場合は一人の担任がいろんな科目を教えるので、その担任によっても全然その後の、こう行く道が変わることもあるということを言ってました。まあ、実際それは私も遡ってみればあるかなって思います。
たまたま私の担任ではなかったと思いますけど、ちょっとこれ問題あるよねって子供の頃に思った担任はいました。なのでまさにそれは先生がそういった一つの背景と比較して、今回の仙台育英高校の選手、そしてからこの監督の様子を見てました。まあ、もともと選手層の厚い仙台育英高校でありますけど、あの監督のインタビューを聞いて、それから選手たちの優勝のコメントを聞いていれば、今の中学生の中にはやっぱり俺は仙台育英高校で野球したいなって思う人が出るかなって思いました。そういったプラスのスパイラルを生むのもやっぱりこういった人間性というかな、そういうことなんだろうなってことを改めて思った、そんな大会の模様でした。それから野球つながりいきますと、これです。明日からいよいよ軟式野球ですね、高校の大会が始まります。能代高校は明日最初の試合があります。何度も言ってますけど、能代高校軟式野球は全国大会で優勝した経験もあり、実力としては全国レベルにあるんだろうと信じています。軟式野球に関しましては、そういう面ではとっくの昔に白河の関を越えてきてますので、そういう面では今回はもうぜひですね、白河の関とか県境とかそういうこと言わずに、三種町と能代市の境を越えて、能代市中心市街地にこの優勝旗を持ってきてほしいなと、そう思ってます。本当に照れずにいってほしいと思います。期待してます。そしてもう一個の記事ですね、これです。能代市バスケのまちづくり推進委員会の記事がありまして、また新しいメンバーが発表されて、新組織が構成されたと。新5カ年計画策定ってことで、バスケの街の、あえて復興というかな、ちょっと今、いろいろと策が足りないっていうか、方向性が見えない、弱いというか、そういう感情を持ってますので、新5カ年計画で、この能代のバスケの街づくりを進めるということが紹介されております。バスケの街の城という言葉をですね、ぜひ遺跡で終わらせずに、もっと今現在進行中の形のものにしてほしいなと思ってます。このバスケの街の城という点でいきますと、私はもう一貫して言ってることがありまして、北高跡地にですね、バスケットボール専用アリーナを作ってくれという、本当これしかありません。これがいろんな中心市街地活性化とか、人口減少とか、新しい雇用の問題とか、あと市外、県外から若い人を集めるとか、そういった面で絶対僕は経済効果あると思うんですよ。なので、これはぜひやってほしいと思うので、この今回の議員の中でもし一人でもこの話にちょっとでも興味を持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただいて雑談の機会を持ってほしいと思います。そんなことを考えてましたらですね、ちょうど沖縄ですよ。沖縄でついにバスケットボール専用アリーナできましたよね。沖縄アリーナ。まさにこれを作ってほしいと思いました。ちょっと見てください。これがつい最近竣工となった沖縄のバスケットボールアリーナの公式ウェブサイトです。これ出てます。こんな感じですね。ガラス張りで。で、コートはですね、こういう観客席2層になってますね。で、1万人収容だそうです。1万人収容。こんな形で、すり鉢型でできてますね。ここ綺麗に。で、ここにバスケットのコートがあって、観客席ということになってます。ちょうどお客さんが入ったらこんな感じですね。まさにバスケットボールアリーナということです。で、こちらは単にバスケットボール専用コートではなくて、複合施設になってますね。で、1万人収容のアリーナで、例えばこういった形で、全部潰すと1万人のお客さんが入るとか、いろいろとイベントが起きるようになってますね。展示会とか、こうなってます。で、バスケットボールの場合は大体8000人ぐらいとかいう感じになってますね。そしてこの沖縄アリーナの竣工に合わせまして、しっかりプロモーションのウェブサイトもできてますね。こういった結構本当にアメリカの NBA みたいな感じですよね。こういう感じで。で、こういうすり鉢型のアリーナにショップがあって、結構ポップな感じに作られていて、フード系があり、
まあなんかこれ見な食べながら試合見るんだろうな。で、ファミリーコンコースがあって、こういうのです。で、しかもこの中央にはこの横浜アリーナみたいな大きいビジョンですね。これもついそうてまです。ね。照明と、それから音、それから映像で盛り上げるという、本当にプロの試合ができるような、こんな感じですね。これ見たらバスケファンは行ってみたいと思いますよね。そしてこのアリーナを作るための費用なんですけど、投資額、これは発表されてまして、概算事業費が本体で約135億7200万円で、周辺の工事費が22億8500万円と書いてます。で、年間の維持費が約4000万円程度と書いてます。ただ一方で経済波及効果となりまして、建設時は約267億円、単年度運用時で約133億円という数字は公式に出てます。まあこういう、まあ沖縄は最近確かに B1 でも強いんですけど、まあこういったものがやっぱバスケの街の能代に欲しいですよね、私としては。まあ1万人はなくても5000人、6000人でいいし、まああんなにこう高層階でなくてもいいんですけど、とりあえず B1 ハピネッツの試合ができるような形で、そういったイベントのスペースがあればいいなと、金がね思ってます。実際、まあさっきの新聞でも八流中学が、結構いいとこ行ったり、子供のバスケットボールのスクールが開かれたりしてて、まだまだ相変わらずこの能代工業高校が作ってくれた裾野があるわけなんで、これを生かすためにも、ぜひこういった設備を作って、最先端のですね、プロの試合を見るということで、こうレベルアップする部分もあります。これは J1 の歴史を見ても分かります。やはり身近で生でこういった一流のプロの試合を見ることができれば、絶対若い選手はですね、成長しますから、そこにお金を使ってほしいと思います。まあ135億いらないだろうから、例えばざっくり100億円未満で計算してもなんとかするのが、やっぱりここは政治の仕事だと思うんですよね。実際、まあ能代市の中心市街地活性化のいろんな仕組み、いつか70数億のお金を引っ張れる可能性があるわけだし、そしてよく今回選挙でも現在の斎藤市長とか、あと自民党保守系の候補はですね、この能代市議会議員選挙、県議会議員選挙、県知事選挙か、出るときに一番アピールしたのは中央とのパイプでした。中央のパイプがあるから私は地元に貢献できると言ってましたんで、まさにこういう時にお金引っ張ってきてほしいですよね。そうすれば、いろんな国の金を使ったり、あと民間の力を入れる、例えば洋上風力発電も来てる、木材関係も新しい地域を迎える、であればそういったお金を能代の本当にこのエクスパティーズの拡大のために使ってほしいと思うので、ここは本当に今こそこの中央とのパイプをアピールして当選した政治家の皆様はですね、フル活用して、このぜひ能代の一番ある意味有名な部分かな、バスケの街の後ろというところの具現化として、ぜひこの北区跡地にですね、バスケットボール専用コートアリーナを作ってほしいと思います。今回の能代市のバスケの街づくり推進委員会の皆様はですね、バスケの街の推進は僕それしかないと思ってるんで、ぜひお願いしたいと思います。お金は政治家が引っ張ってくるというための政治家であります。実際北区跡地っていうのは、別の配信でも言いましたけど、相当広い、床面積7万5000平方メーターとか作れるんですよ。で、今回の沖縄のアリーナは2万数千ですから、まあ、沖縄のこのアリーナよりも大きいものを作るだけの、このキャパがあるわけですよまあね。ね、実際北区跡地に関しましては、以前も紹介したレポートによりますと、結構大きい建物をね、自由に建てられるんですよ。ここですね。住宅や店舗の他に小規模の工場も建てられると。で、建築面積の上限は1万5000平方メートル程度なので、床面積の上限は7万5000平方メートル程度です。沖縄のアリーナは2万数千ですからね、約3倍というキャパを持ってます。なので結構自由に建てることができるということが分かります。あそこにこう、あの場所にちょっと綺麗なアリーナが建ってたら、なんか夕日が当たって綺麗な感じなんですけどね。と、まあそんな独り言を言っております。そして神戸市でもこういった動きがあります。1万人のアリーナを作るプランがあって、プロバスケットクラブの夢叶うってことで、
いろんなこの B2 のチームを応援するために B1 行けるようにサポートすると。これも1万人の規模なんですよね。で、なんか能代市もこういった動きがないと、どん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 あのバスケの街っていうブランドがこう沈黙していくなと思いました。なんか神戸なんかあんまりこう能代がもたもたしていると、なんか楽天とかと組んでガガッと行きそうですよね。そんなことをちょっと考えてしまった、これも一つの記事です。で、まあ沖縄のアリーナもガラス張りきれいできてましたんで、ぜひ能代のバスケットボールアリーナは、あの木と木材、あの最新鋭の先端の木材とガラスで作ってください。で、ぜひあの洋上風力発電の電気を入れてくださいということを考えておりました。ということで、今回はあの仙台育英高校の甲子園での優勝を受けまして、指導者の魅力というものから始まりまして、能代の野球、それからバスケというところにちょっとお話を持っていって、お時間を頂戴するということになりました。それから、ですね、今週金曜日のこの北欧進歩と能代は、1回だけお休みします。実はこの週末、ちょっと東京のメンバーがあの秋田でまた遊びに来まして、8人ぐらいなんですけど、で、あの乳頭温泉でちょっと金曜日に久しぶりの会合をやって、その後はその大曲の花火を見に行こうというちょっとプランをしておりまして、今まさに最後の準備中です。というわけで、金曜日はあの乳頭温泉の秘湯におりまして、そこはあの Wi-Fi はおろかテレビも映らないという場所なので、ちょっと配信ができません。で、翌日が土曜日で花火なので、とりあえず金土日はちょっとインターネットが離れた生活になりますので、ちょっと次回は勝手ながらお休みさせていただきます。その分、来週の火曜日にはその辺の情報を入れましてですね、ちょっといろんなお話をさせてもらおうかなとこう思ってます。というわけで、今回も貴重なお時間を頂戴いたしましてありがとうございました。佐藤でした。